いよいよ今週に迫った2023年ドラフト会議。そこで今回の動画ではドラフトの一定の成果がわかると言われている5年後に注目し、各チームごとに2018年ドラフトで指名された選手の5年間の活躍を見ていきたいと思います。今回は楽天について見ていきます。それでは行きましょう。はい、ドラフト1位は立命館大学出身の辰巳選手。1年目から124試合に出場し、翌2年目、3年目も100試合以上1軍で出場。守備での貢献が素晴らしく、3年目はゴールデングラブ賞を受賞しました。ただ打撃においては3年連続で打率が2割2分台と、そこは課題となっていました。しかし昨シーズンはその打撃が開花。120試合の出場で打率2割7分1厘、11ホーマー35打点、OPS755 の成績と素晴らしい数字を残し、守備でも2年連続のゴールデングラブを獲得しました。迎えた今シーズンは開幕から数ヶ月絶不調でしたが、その後盛り返し、通算では133試合で打率2割6分3厘、9ホーマー43打点、OPS726 の成績。ここ2年の打撃成績を見ると掴んできているのかなと感じます。藤原選手のくじを外しての指名となりましたが、ここ2年は特に走攻守での貢献が素晴らしい辰巳選手を獲得できたことはチームにとって大きかったのかなと思います。はい、ドラフト2位は大正大出身の太田選手。1年目から1軍で55試合に出場し、キャッチャーとしての出場はチーム内3番目の多さでした。翌2年目と3年目はチーム内で一番多くキャッチャーとして出場し、2年目は盗塁阻止率リーグトップ、3年目も高い数値をマークしました。昨シーズンは住谷選手と併用される形で、住谷選手に次ぐチーム内2番目となるキャッチャーとしての出場で、盗塁阻止率が3割1分と、ここはキャリアワーストとなってしまいました。迎えた5年目の今シーズンは打撃で少し成長を見せ、104試合で打率2割4分3厘、3ホーマー14打点、 OPS686 の成績、打率 OPS はキャリアハイとなりました。守備面でもリーグ2位の盗塁阻止率3割5分7厘をマークし、攻守ともに存在感を示したシーズンとなりました。来シーズンから住谷選手がいなくなりますので、正捕手のポジションを確立していけるか注目となってきます。ドラフト3位は倉敷商業出身の引地選手。3年目オフに戦力外通告を受け育成契約、そこから支配下に復帰することなく、今シーズンオフに再び戦力外通告を受けた形となりました。はい、ドラフト4位は大卒社会人出身の弓削選手。3年目までは先発として主に投げていましたが、1軍ではなかなか結果を残せず、昨シーズンからリリーフとしての起用がメインとなりました。ただ1軍では13試合の登板に終わり、防御率 3.29、 WHIP1.46 の成績。迎えた5年目の今シーズンも1軍では12登板に終わり、防御率 5.59、 WHIP1.66 と結果を残せませんでした。大卒社会人での獲得で即戦力として期待されての入団だったと思いますが、なかなか1軍に定着できず、結果も残せていない5年間となっています。ドラフト5位は山形中央高校出身の佐藤選手。3年目のオフに戦力外通告を受け、育成選手として再契約。ただその後支配下復帰を勝ち取ることなく、今シーズンオフに2度目の戦力外通告を受けました。
はい、ドラフト6位は明治大出身の渡辺選手。1年目から1軍で77試合に出場し、得点圏では3割9分3厘と勝負強さも見せました。ただ2年目3年目は2軍での出場の方が多くなり、昨シーズンは2年連続で開幕1軍スタートを勝ち取るも、シーズン通算では60試合の出場で打率2割4分2厘、1ホーマー17打点、OPS589 の成績でした。ここまで4年間は1年目がキャリア最多の出場試合数となっている状態でした。そして5年目、3年連続開幕1軍スタートも、1軍では通算25試合の出場と、自身キャリアワーストの出場試合数になってしまいました。一方、2軍では77試合、打率3割7分2厘、1ホーマー37打点、OPS853 の成績。入団から5年間、2軍では結果を残し続けています。2軍の帝王となってきている渡辺選手、来季以降その立場を脱却できるか注目となってきます。はい、ドラフト8位は立正大出身の小郷選手。2年目のシーズン途中から頭角を現し、そのシーズンは58試合で打率2割9分5厘、4ホーマー12打点、8盗塁、OPS843 の成績を残しました。ただ3年目4年目は打率1割台の成績に終わり、苦しい状態でした。そういった成績でしたので、勝負の年となったであろう5年目の今シーズン、開幕1軍スタートを勝ち取り、春先は苦しみましたが夏場に調子を上げ、通算120試合の出場で打率2割6分2厘、10ホーマー49打点、13盗塁、OPS716 と、あらゆる面でキャリアハイをマークしたシーズンとなりました。開幕前までは立場として安泰ではなかったと思いますが、5年目にして見事な成長を見せた小郷選手です。はい、ドラフト8位は富士大学出身の鈴木選手。3年目まで2軍を主戦場としていましたが、4年目の昨シーズン5月に1軍昇格を果たすと、リリーフとして通算38試合に登板し、防御率 4.03、 ウィップ 1.32 の成績を残し、飛躍のきっかけとなるシーズンになりました。そして今シーズン、開幕から1軍に帯同し、一度降格がありましたが、通算61試合の登板とチーム内最多となる試合数に登板、23ホールドポイント、防御率 3.30、 ウィップ 1.42 の成績を残し、楽天のブルペンを支えた存在となりました。先ほどの小郷選手と同じく、この5年目に大きく成長した姿を見せた鈴木選手です。はい、続いては育成ドラフト出身選手について。現在もチームに在籍しているのが、育成ドラフト1位、八千代松陰高校出身の清宮選手。今シーズンを迎えるまで制球難であったり、トミー・ジョン手術の影響もあり、2軍での登板自体少ない状態でした。そういった中で迎えた今シーズンは、ファームで守護神を務め、39登板で22セーブ、防御率 4.00、ウィップ 1.53 の成績で、イースタンリーグでの最多セーブのタイトルを獲得しました。打者1人に対するフォアボールの割合 BB パーセントが 14.3% と、まだ制球面に課題は残っていますが、この先支配下契約を勝ち取れるか注目となってくる投手です。その他、楽天が育成ドラフトで指名したのが、2巡目に指名された則本良樹選手。ただ3年目のオフに戦力外通告を受け、退団となっています。はい、ということで今回は楽天の2018年ドラフトで指名された選手の入団から5年目までの活躍を見ていきました。皆さんはこの2018年の楽天のドラフトについてどのように評価をしていますでしょうか。ドラフト全体の評価、
選手に対しての評価などのコメントをぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。